澄ますとかすかに聞こえる雨の音、思いを綴ろうとここに座って言葉探してる。考えて書いてつまずいて消したら元通り。12時間経って並べたもんは紙くずだった。君に伝えたくてうまくはいかなくて、募り積もる感情は膨れてゆくだけ、吐き出すこともできずに、今僕の中にある言葉のかけら、喉の奥鋭く尖って突き刺さる。綺麗じゃなくたって少しずつだっていいんだ、この痛みをただ形にするんだ。あ、そういえばお腹痛いね。うん、痛い痛い、まだ痛い。鼻炎だよ。